南野拓実、開幕戦1位でチームを勝利へ導く。リーグアンは現地時間13日に開幕節を迎え、モナコはアウェイでクレルモンと対戦。昨シーズン加入1年目で18試合1ゴールと不完全燃焼に終わった南野。新シーズンに向けてのプレシーズンマッチではバイエルンミュンヘン相手に2得点に絡むなどもアピール。開幕戦でスタメン入りを果たしている。1点ビハインドで迎えた26分、南野はバンデルソンとの見事な連携からゴール前までボールを運ぶと、最後は左足でのグラウンダーパスでバンデルソンのゴールを見事にアシスト。前半のうちにベンエデルのゴールで逆転したモナコだったが、53分に失点して再び試合が振り出しに戻ってしまう。すると70分、南野がエリア左からキレのあるターンで相手守備陣を置き去りにしてゴール前へ折り返す。ファーに流れたボールに反応したバンデルソンが再び中へ入れると、ベンエデルが詰めて再びリードを獲得。試合は後半アディショナルタイムにモナコが1点を追加して終了。開幕戦でアシストを記録した南野は、決勝点にも絡む大活躍。今季からモナコの新指揮官に就任し、南野と8年ぶりの再会。2014-15 シーズンはザルツブルクを指揮を果たしたフィリップ・クレマン監督のもと、南野が再起のシーズンへ最高の滑り出しを飾った。やっぱり日本代表の10番は滝なんだかお。これだから滝は滝なんだかお。開幕戦から1位おめでとう。やっぱり滝の活躍は嬉しいんだ。日本の10番をどう安から奪い返すんだ。これは日本代表復活も近い。プレシーズンから調子良さそうだね。頑張れ。アシストめっちゃ良かったな。いい試合すぎ。今シーズンの日本人絶好調すぎない？やっぱりかっこいいし実力も確かよな。帰りがけ南野拓実乗る。監督ってやっぱ大事なんだなと改めて思った。毎日サッカーに関する情報を発信しています。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。